ハヤトマッハプロレスワールドへようこそ。本日はザ・ビーストチャンピオンカーニバルでジャイアント馬場と時間切れ引き分けについて触れてまいります。ザ・ビーストことイボン・コルミアは1938年カナダで生まれました。13歳で木こりの仲間に入るほどの怪力の持ち主です。13人いる兄弟のうち4人がプロレスラーとしてデビューしました。レッサーとしての転機はノースカロライナでジム・クロケットシニアの目に留まりザ・ビーストに改名したことです。全日本プロレスには1973年アマリロルートで初来日、そして第4回チャンピオンカーニバルではダークホース的な活躍を見せ、最大の見せ場は優勝候補筆頭のジャイアント馬場相手に時間切れ引き分けに持ち込んだことです。ザ・ビースト以外にチャンピオンカーニバルで馬場相手に時間切れ引き分けに持ち込んだのは鶴田、デストロイヤー、ブッチャーの3人なだけに、これは大変な功績と言ってもいいでしょう。結局第4回チャンピオンカーニバルが最後の来日となりましたが、長く記憶に残るレッサーとなりました。最後までご視聴いただき誠にありがとうございます。本日はザ・ビーストチャンピオンカーニバルでジャイアント馬場と時間切れ引き分けについて触れてまいりました。